停職6ヶ月の懲戒処分を受けたのは、岐阜県農業技術センターの主任専門研究員で、54歳の男性職員です。岐阜県によりますと、男性職員は、今年7月、橋増市の歩道で、遠石に座っていた10代の女性を転倒させた上、足を押し広げるなどの暴行を加えて、膝などに怪我をさせたとして逮捕されました。事件の翌月、男性職員は、岐阜簡易裁判所で、 障害などの罪で罰金50万円の略式命令を受けました県の聞き取りに対して男性職員は勤務時間中に公用車を運転していたところ女性の下着が見え近くではっきり見たくなったため車を止めて暴行に及んだと話しているということですまた県はこの職員の上司2人を厳重注意としました